んにちは、ライトボディです。本日は、ランプテストをやっていきたいと思います。ランプテストとは、まあ、こちらに書いてあるメニュー通りなんですけれども、FTP を、計測できるテストなんですけれども、いわゆる一般的に、知られている、抗がん式の、20分走った結果の FTP の計測の方法とは、別で、1分間ずつ、20ワット上げて走って、どこで、限界を迎えるか、そこの、限界を迎えた、最後の1分間の、最大平均出力、これにですね、75% をかけると、自分の FTP が、計測できるという話らしいです。これはすごく自分向きですね。一応歩いてる。20分計測だと嫌になっちゃうけれども。このテストだと、僕、まあ予想ですけれども、もう相当 FTP 高く出ちゃうんじゃないかなっていうふうに、逆にちょっと心配しちゃいますけどね。まあ、自分の中ではこれが FTP テストとは、とりあえずですね、どこまで我慢ができるかっていうトレーニングの一環として、まあ、やっていきたいなっていうふうには思います。最初100ワットから、入るみたいですから、まあ、100ワットって、まあ、レストみたいなもんですからね。まあちょっと最初は緩くいって、後から、きつくなるとは思いますんで、そこら辺から頑張っていきたいなというふうには思います。あ、軽いですね。当たり前だけど、このテストをやるときは絶対に ERG モードを使った方がいい。じゃなきゃ正確になんか測れないですよ。まあ、このテスト自体がちょっと正確さがあるかどうかって疑問もありますけどね。120ワットですね。まだまだアップみたいなもんなので、まあ楽にいきたいと思います。多分本当にきつくなってくるのは240ワット超えたあたりからかな。まあ、勝負は280ワット超えたあたりからでしょうね。そこら辺からもうどんだけ自分が我慢できるか、そういった勝負になると思いますんで、まあ、頑張ってみたいと思います。はい、140ワットですね。まだ、まあ、普段のアップと
変わりはありません。多分後半になってくると喋る余裕は一切なくなってくると思うんで、そこは一つご了承ください。はい、160ですね。このERGモードでランプテストをやる場合の、まあ、コツが1個あるとしたら、ケーデンスは徐々に上げていった方がいいと思います。多分最初から上げすぎると、後半高ケーデンスで回さないと耐えきれないと思いますから、それ用の筋肉は前半は取っといた方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。180になったら、やっぱなんかしっかりした重さというか、抵抗というか、まあ、感じますね。まだケーデンスも低いんで、こんなもんでしょう。やっぱ1分ってなんか早いな。この辺から徐々にこうなんていうか、自分が出せるトルクに合わせてケーデンスは意識して上げていった方がいいと思います。220ワットですね。ブラケット持ってぼちぼち体を戦闘態勢だっていう風に気づかせてあげます。240ワットですね。
拍も徐々に上がってきましたね。260ワットで、ぼちぼち、勝負がかかってますんで、ここら辺からは黙ってやっていきたいと思います。
ました。270ワットですね。限界でしたね。コンテストはもう太ももに半端じゃない乳酸というか疲労物質というか溜まりますんで、もう終わった後はもうパンパンですね。太ももがパンクしそう。いやコンテストで400ワットまでいけるようになったら、自分の体重から考えても相当な強豪じゃないかなというふうには思います。見た感じも380目の前ですから、これ繰り返し行うことで次第に上がっていくんじゃないかなっていうふうには思います。多分これはこの特有の技っていうか、やり方っていうかあると思いますんで、実際マスターしちゃえばなんとかなるかもしれないですね。今度試しに限界を、迎える前にダンシングとかを織り交ぜてやってみたいと思います。要はシッティング用の筋肉を一回休ませるってことですよね。ただ問題は ERG モードでやってるとダンシングからシッティングに切り替える時のケーデンスのアップが、非常に困難なんで、その時はもちろんギアを下げてでもケーデンスは上げていきたいと思いますけれども、何せそこだけですね、難しいのは。もう多分限界を迎えてからダンシングやろうと思っても
続かないというか、結局パワー下がっちゃうと思うんで。では、疲労のピークを迎えるちょっと前に断信が挟むってことですよね。まあ、そのいい方法をちょっと模索しながら、まあ、今度やってみたいと思います。それじゃあ、今日はここまでですね。ちょっと FTP270 は自分はないと思うんで、ちょっとランプテストは怪しいですけど、いいトレーニングにはなると思いますんで、 FTP 計測ツールっていうよりもトレーニングツールとして、今度からこれをメニューに加えていきたいと思います。じゃあねー。